は間もなく徳島港へ到着します。あれ、着いたよ、ウマ娘のお嬢ちゃん。ふえあ、ここが高知レース場なんだ。大きいね。この辺りじゃ一番大きな建物だね。乗せてくれてありがとうね、おばちゃん。徳島からはいくらウマ娘さんでも走ってこれないからね。それよりお嬢ちゃんもレースに出るのかい？うん。じゃあ走るの早いんだろうね。ふっふっふ、それは見てのお楽しみだよ。そうかい。それじゃあ久しぶりにレースでも見に来るかね。ありがとう、おばちゃん。バイバーイ。本当に来ちゃった。私はここでレースに出るんだ。春うららちゃんかい？あ、はい。長旅大変やったら、高知レースに来てくれてありがとね。あ、もしかしておじさんが私を呼んでくれた人？そうで、トルセン学園にオンちゃんの昔の知り合いがおってや。なんじゃ、一生懸命頑張りう子がおるき、一度見てやってくれ言われたがじゃ。どういたもの？こりゃなかなか面白い子やね。おんちゃんがしばらくの間うららちゃんのトレーナーやき、一緒に高知を盛り上げるで。うん、うららの高知日記1日目。今日はさわちっていうのを食べた。お腹いっぱい。おんちゃんはおんちゃんっていう名前なのかと思ったらおじさんって意味だった。明日からおんちゃんとトレーニング頑張るよ。まる。うらら、腰が引けちゅうぞ。はい。もっと全力で。はい。こりゃ、腕をちゃんと振らんかい。腕。まだ下がっちゅうぞ。下がってる。こりゃ、目をつぶったらいかんちや。前見て走り。なるほどね。へばったがか、うらら。へばった。まあ、一日目やきね。よし、おんちゃんがアイスをおごっちゃおう。アイス？おんちゃん、ここ海だよ。こんなところでアイス食べるの？そうや、リフレッシュになるろ。リフレッシュ、それもコーチの言葉？まあアイス食いや。うん、あ、おいしい。そうかい。うらら、高知はどうで？楽しいよ、ご飯もおいしいし。そうかそうか。それでもやっぱり中央、いや、トルセン学園とは違うろ。どうかな。私はここもトルセン学園も楽しいよ。だって走るの好きだもん。走るのが好きか。うん。あ、そうだ、転入生のスペちゃんね、デビュー戦いきなり勝ってすごいんだ。だから私も頑張ろうって思って。
うららは勝ちたいか。もちろん。走ってる時はいつでも一着目指してるもん。私もデビュー戦全力だけに。ねえねえ、コーチの言葉上手になったでしょ。うん、よし、休憩おり、走って帰るで。アイスまだ食べ終わってない。じゃあアイス食べてからでいき。わかった、じゃあ急いで食べるね。うん。冷たい。そんな冷たいもんねえし。うららのコーチ日記7日目。毎日トレーニングでヘロヘロだけど、ご飯は美味しい。クラスのみんなは元気かな。クラスちゃんの怪我は大丈夫かな。スペちゃんはまたご飯大盛りなのかな。明日はデビュー戦、勝てますように。今日の第一レース、トレセン学園から来た馬娘が出るわと。中央のどの子、なんでコーチに。続いてパドックへ姿を現したのは3枠3番春うらら。こんにちは、一生懸命頑張ります。あり、うらら走るよ。あの子、なんかいいにゃ。頑張れ。はい、ありがとう。かわいい。なんか生意気、地方の意地見せちゃろ。さあ、馬娘たちが最後のコーナーを駆け抜けていきます。頑張れ、うららちゃん。あれ、拍子抜け。これが本物のレース。可愛かったね。手振ってくれ。なんか元気もらえる子やにゃ。俺は好きやにゃ。なあ、あんたももっと楽しそうな顔しなって。あの子一生懸命だったよ。ですね。うらら、まあ気にしな。なんせまだデビュー戦やき。おんちゃん、あのね、私どういた。すっごく楽しかったぜよ。ぜよ。お客さんもいっぱい拍手してくれたし、おんちゃんもでっかい声出してくれたし、私今までで一番楽しかった。そうか。また走りたい。ねえねえ、次のレースはいつ。うららは一戦限りいう話で、またトレセン学園に帰るがやろが。え、また船で来るから大丈夫。船で来たがか。うん、だから来週また来るね。来週？あ、私お土産買っていくから、お土産コーナー行ってくる。うらら、土産くらい送っちゃるき。ちょっとちゃんと話をせんかい。ちょっとうらら。うららのコーチ日記8日目。なんと私デビューしちゃった。楽しかった、面白かった。ちょっぴり悔しかったけど、でももっとレースで走りたい。たくさん応援してくれた人に私も元気をあげたい。よーし、目指せ一生。コーチの日々はまだ始まったばかりせよ。私一着取ったよ。そろそろ
取材を開始させていただきます。取材はお配りしております。エルコンドルパサー、今日はお前がナンバーワンであるということを取材陣に知らしめてくるんだ。了解です。ターフを舞う会長として羽ばたいてみせます。今朝会長にも会長さんだなって言われて。スペちゃんどうしたの。私こんな取材とか初めてで一体何を話せばいいのやら。まあ思ったことをそのまま話せばいいんじゃないかな。思ったこと。そうそう、エルコンドルパサ恐るるに足らずとか。そんなこと思ってないよ。それじゃあ私のことは恐るるに足らず。そんなことあるわけないよ、二人ともすごいのに。プロレスみたいに盛り上がって楽しそうだね。何遊んでんだあいつは。ねえちょっと、どうしたのお花さん、もしかしてスパイ。バカなこと言わないで。ねえ、あなたのチームの子ってスペシャルウィーク以外に連れてきてる？おお、ゴルシは勝手についてきてるけど。そうよね。とするとどうかした？いえ、さっき取材会場入りしている馬娘は5人ですよねって確認されたから。5人。あ、もしかしてお花さんが馬娘だったり。あんたのくだらないギャグはいつ聞いても腹が立つわね。おお。それでは取材を開始させていただきます。まずはチームリギル所属エルコンドルパサーさん、勝利宣言してくるわ。それはこっちのセリフ。エルコンドルパサーさん、今の気持ちはいかがですか？どうしてこのキングヘイローが取材の場に呼ばれていないのよ。この雪辱絶対ダービーで晴らしてみせるわ。第5レース、ダービーに出るということ。エルコンドルパサー、ソーファース、もう一本お願いします。私もです。いきますよ。すごいやる気だな、エル。今日はすごいパワフルですね。だってダービーは一生に一度。私ダービーに出られるって思ってなかったから、やる気がみなぎってるんです。いいですね。でもスペちゃんは私と走った時よりも速くなってます。湯船快適です。よくは聞こえないけど、何か間違った日本語を話している気がするわ。しかし、ルドルフ会長まで協力していようとは。やはり、私の最大のライバルはエルコンドルパサーで間違いないよね。おお、こんなところで何してるですか？危なかったですわ。キングの名を持つ者がスパイをしているだなんて分かったら、お母様に何を言われるか。しかし、それにしてもこの階段はどこまで続いているのよ。これでスピカの練習場所が間違っていたら。キング様、スピカは最近ここにいるという情報が。いい仕事をするじゃない、キングは嬉しいわ。ありがとうございます。あの子たち、お仕置きですわ。スペ、上がってこい。はい。あの声は。さっきよりペースが2秒遅い。はい。ゴールが3秒遅かったら10本追加だ。はい。スペシャルウィークはこの坂道を何本も。この辺りのはずですわね。みんなあんなに必死にダービーに向けて特訓を。なのに私は。ねえ、何してんの？
法。偶然ですわね、このようなところで。ん？偶然？もちろん偶然ですわ。偶然といえば偶然だけど、あなたダービーに向けて何をしているの？うへえ、直球だな。仕方ないでしょ、私はあなたたちのように3番人気までに入れなかった。そんな私が一着になるには相手の出方を知る必要があるのよ。私だって余裕なんてないよ。スペちゃんもエルちゃんもどんどん力をつけてる。でも私だって一生に一度のダービーには勝ちたい。キングだって勝ちたいからスパイしてるんでしょ？スパイだなんて。いえ、スパイですわね。あのさ、私は別にそれが悪いって言いたいんじゃないよ。ん？勝つためなら何だってする。奇策も仕掛けも大事な要素。キングもさ、一生懸命なだけでしょ。あなた何を偉そうに言ってるのよ。ね、一緒に走らない？はあ？エルちゃんとスペちゃんにすんなりと勝たせるつもりはないし、それにキングが本番でいい走りしたらさ。いい走り？展開が読めなくなって私がパッてゴールに飛び込めるかもしれないでしょ。私混戦の方が得意なんだよね。ちょっと、私あなたのために塩を送るつもりはないんだけど。怒らない怒らない。ま、みんな同じ条件なんだしさ、一生に一度頑張ろうよ。それじゃあ。ちょっと待ちなさい。あなた今私を誘って、ちょっと、なんで全力なのよ。ただいまよりメインステージへ。ゴルシちゃん特製シークレット弁当いらんかね。中身は開けてみてのお楽しみだよ。くっそー、なんで誰も買わないんだ。食べ物なのかおもちゃなのか、はたまたおしゃれな雑貨なのか、何が入ってるか見当もつかないシークレット弁当なんてどう考えても最高なのに。なあマックイーン。どう考えても最低だと思いますけど。なんでだ？あなた、カレーが食べたいと思っている時にカレーかなんだかわからないものが入っているお弁当を渡されたらどうしますの？食べたくないものが入っているお弁当を買う人はいません。なるほど、さすがマックイーン、頭いいな。考えるまでもないことです。よし、それじゃあシークレット弁当はやめて、カレーかなんだかわからないものが入ってる弁当を売るぞ。あなた、私の話を聞いてたんですの？もっとシンプルにカステラ焼きやたこ焼きなどを売ればいいでしょう。どうしたんだ？休憩です。わかった。うやむやのうちにスピカに入ってしまいましたけど、私本当にこのチームを選んでよかったのでしょうか。第6レース、これからも。占いですか。私は非論理的なものに頼ることは時間の無駄だと思うのですが。まあまあ、いい結果だったら気分が上がるかもしんないだろ。悪い結果だとどうなるのでしょうか。その時は無視すればいいんだって。ね、空いてる？はい、大丈夫です。先生、お客様ですよ。ふっふっふ、2人がここに来ることは占いですでに知っていました。さあ座りなさい、ウォッカとダイワスカーレット。私はエイシンフラッシュです。私はナイス姉ちゃんなんだけど。ふっふっふ、それでは
衛進フラッシュナイスネイチャー座るがよい。さすがは先生、見事なスルースキルです。いやそんな、やっぱ出るか。待ってください、今のは軽い冗談ですから。占いは本格的ですよ、大当たりです。お願いします、待ってください。助けると思って。まあそこまで言うなら。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いえ、5分。それでは改めて占って信じましょう。私は町金福来たる。こちらは助手の名称の塔です。よろしくお願いします。せっかくの感謝祭なのに、このままでは売り子だけで終わってしまいますわね。私はこんなところでのんびりしている暇など。食べるか悩むか一つにしたら。ドーベル？なんですのこのたい焼きは。あ、それシークレットじゃない、からし。そういうのはもうコリゴリなんです。まったく荒れてるね。所属チーム決まったんじゃないの？決まりはしましたが、正直私に合っているとは思えないのです。どのあたりが？どのあたりがと言われると、全部です全部。私このままだとおばあ様のようになれるとは思えないのです。子供だねマック。どういうことですのそれは。そのままの意味。それじゃ、ちょっとまだ話の途中ですわよ。私は今からトレーニングなの。今年の有馬は雪辱戦だから。ちょっとドーベル待ちなさい。先にデビューしたからって偉そうに。私だって早く天皇賞に出ておばあ様のように。レースを楽しみなさいと言われるとは思いませんでした。だね。それにしてもあの占い師が鈴鹿に勝ったことあったなんてな。ウマ娘は見た目じゃないよね。占い？また誰もいなくなってしまいましたね。一体どうして。お祭りの時の占いなんてどう考えても鉄板でしょ。あの、入ってもいいのかしら。お客さん、もちろん、どうぞどうぞ。さあさあ、ここに座ってください。よかったです。今日は一組で終わっちゃうんじゃないかって思ってました。かんこどりなのは表はあっても裏ないっていうつまらない看板のせいだと思いますけど。それだ。この学園はバカしかいないんですの。では改めて占いを始めましょう。占ってほしいことは何ですか。私が今のチームに残るべきかどうかです。まあそれは少しテーマが重いのでは。大丈夫です。この水晶は全ての未来を見通すのです。ちょっと水飲んでいいですか。空気を読みなさい空気を。出ました。ズバリあなたがチームに残るべきか否かは今日です。はあ、どういう意味ですのその結果は。いやいやいや、話を聞いてください。続きがあるんです。これはあなたが今の気持ちのままなら今日だということです。今の気持ち。そうです、運命はちょっとしたことで変わるものなのです。怪我をする運命だったのが無事に終わったり、逆に平穏無事な運命が大変な運命になったりするものなのです。すごい、本物の占いみたいです。いやいや、本物ですよ私は。いえいえ、ご謙遜を。冗談を挟まないと話せないんですかあなた方は。
とは自分で引き寄せるものなのです。差し支えなければでいいんですが、何か気に入らないことでも。気に入らないのは私自身です。はい、他人の施しを待つなんて目白家の誇りにかけても考えるべきではなかったですわね。自分の居場所は自分で作る、それこそが私のやるべきこと。詳しくは分かりませんが、悩みが晴れた顔になってますね。どうやら私の占い役に立ったようですね。どうでしょう、特に占いは関係なかったと思いますけど。なんてこと言うんですか。じゃあ今日の運勢を占ってあげます。それで私の実力を思い知るのです。ちょっと勝手に占わないでくださる。まあ今日のあなたの運勢は今日です。今日、救いはないんですか。ラッキーアイテムとか。ズバリ焼きそばです。焼きそば。マックイーン、もう一回助けてくれ。人多すぎてさばけねー。まあ焼きそばが向こうからまたですか。まあ仕方ないですわ。ほら先行くぞ。あなたたち、はい、今日は役に立ちましたわよ。先生、今日はたくさんの人を救いましたね。あら、どうしたんですか先生。もしかして感動されてるんですか。違いますよ、お題をもらうの忘れてたんです。あら、そうでしたね。これじゃ新しい招き猫の購入資金が。まあまあ先生、きっとこの後も千客万来ですよ。あれ、もしかして取り込み中。いえいえ、いらっしゃいませ。もしかして恋愛相談ですか、それとも人生相談ですか。ああ、いや、来月まで金欠でどうすればいいかなって悩みが重い。